どうもこんにちは。アラニウムの続きを今日もやっていきます。今日は、ステートマシーンの続きですね。ステートマシーンビヘイビアの続きでオールステートイベントっていうところからなんですが、ちょっと下読みました。読んだらここから下は次のエグザンプルのための布石みたいで、ちょっと飛ばしますね、この辺は次のイベントのための次のエグザンプルのための布石なので飛ばしていきます。今ここなんですが、これですね。この辺が全部布石ですね。で、エグザンプルがこれかな。はい、ここにあって、よいしょ、3.23 まで飛ばしました。で、このセクションには前日の変更のほとんどと状態入力の呼び出しを使用していくつかの変更後の例が含まれており、新しい状態図に値しますということで、ここからですね。ここから始まって1,2,3,4,5,6,7,8 8個かな、8セクション分これに詰まってるということなので、ちょっとこちらを打ち込んでから、まあ、戻って理解できるところは理解していこうというふうにしたいと思います。ちょっと変わってるところを言う と、コレクト、この辺は一緒ですね。ここから入ってイニットから入ってロックされますと。だエグザンプル自体は全く同じもので、ロック付きドアだったかな。で、ロックされますと。最初の状態はロックドですと。で、その状態でボタンが入力されて、コレクトなコードが入力された時に、アンロックが動いてオープン状態に遷移すると。で、遷移した後に30秒か。10秒経ったらステップタイムアウトして、またロックに戻るっていうようなことだったんですけど、ここが増えてますね。ステートタイムアウトっていうのはコレクトコードにも増えてて、30秒経ったら、ロックに戻す。ということをするみたいです。で、その時にもしかしたらボタンのクリアもしちゃうのかもしれないですけど、なんかこの辺で、あ、これも嫌なのかな、ステップタイムアウトでこう来てこうだから。ボタンのクリアがあるというような形ですかね。はい。ただただここが増えてるだけなんですけど、こいつら全部使うらしいですね。はい。で、2つエグザンプルがあって、コールバックモードって前回もちらっと出てきて、ステートファンクションズを使ってたんですけども、それを使ったモードの実装と、そうじゃないモードですね。なんだっけか。ハンドルイベントファンクションっていうモードの、サンプルコードがあります。全然違うみたいに見えるので、まずは、わかるであろうステートファンクションズから打ち込んでいこうと思います。打ち込みつつ解説をしていきます。これはどうしよう、なんか似てるんですが、まあ打ち込んでいきましょう。似てる似てないよくわかんないとこもあると思うんで、よいしょ。まあコピーできるなってところはコピーしちゃおうと思います。はい、これコードロックなんですけど、ロック2に変えます。よいしょ。はい、でこの名前を変えたところで、このモジュールの変わるだけなんで大した変更ではないはずです。コードロック2ですね。はい、でビヘイビアでジェンステート M デファインネームコードロック2ですね。これはコードロック2になってんだ。はい。はいと。で、エクスポートが続きます。スタートリンクの1。ストップの0ですね。ストップするコードが増えてますね。前はスタートリンクしかなかったんですけども、終了させるっていうことができるようになってるみたい。エクスポート。で、コマンドが増えてますね。ダウンっていうのと、アップっていうのと、コード、レングスというのが増えてます。ダウンとアップは何だろう。まあいいや、エクスポートで、これが、ステートマシーンの、コールバック関数ですかね。コールバック関数っていうか、ステートマシーンから呼ばれる関数たちですね。ターミネート。3。ここは変わってないかな。で、エクスポート。ロックド。ここは変わってないですね。ロシキド。ロックドと3、3、どっちも3ですね。オープンの3なんで、これがステートですね。持つべきは、
ステートの状態を羅列しているという状況ですかね。はい、でスタートリンクから書いていきます。またコードを受け取って、初期化を始めるという感じですね。で GenStateM の、スタートリンクを呼び出すと、でローカルに、ネームで起動をかけます。でモジュール自分自身でを、コールバック関数としてコードをユニットに引き渡しますと。でオプションはなしということですね。でストップが増えてます。ストップは GenStateM、 ステート M のストップっていうのがあるんですね。で自分自身というかこのネームですね、ネームのサーバーを止めてくれってことですね、おそらく。はい、でダウン、これが命令ですね。これがユーザーインターフェースに値するところかな。使う人が呼び出すという。キャスト、自分自身の、このローカルのサーバーに対してですね、送ると。で、何を送るかというと、ダウンとボタンですね。ボタンは入力値ですね。これを送ってあげると。これは、なんだっけ。レコードじゃなくて、タップルか。はい。まずアップもありますね。ボタンっていうアップがあって、ボタンのアップダウンなんで、押した離したっていうのを別で送るんですかね。入力したんじゃなくて、アップボタンですね。はい。で、コードレングス。コードレングスは増えてますね。コールがなかったんで、コールを増やした形ですかね。コールは同期関数、同期呼び出し。で、キャストは非同期呼び出しなんで、呼び出すだけだったらこれでいい。何かしら戻り値が欲しかったら、コールっていうのを呼ぶということになってたはず。で、コードレングスくれというのを送ってあげると、コードレングスで、ステートマシンの方に問い合わせをして、コードレングスを返してくれるっていうような実装が多分この下に書いてあるっていうところですね。はい、ということでちょっと今回はこれから先やっていくと長くなりそうなんで一旦ここで止めて、次回以降またこの続きをやっていこうと思います。多少変わるくらいなんで理解するのはそんなに難しくないかなっていうところなんですが、飛ばした章が結構あるので、その内容をしっかり吟味していこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。